愛知県豊明市の藤田医科大学病院では、病院長や看護部長などおよそ115人へのワクチン接種が行われています。接種会場にはウイルス感染を抑えるという低濃度オゾン発生装置も置かれ、今月27日までに医師や看護師およそ2100人の1回目の接種を終わらせる予定です。その後、希望する職員にも接種を行い、5月中旬には全員の2回目の接種を完了させたいとしています。特に痛みもなくて、問題なく接種ができました。病院内で感染を広げない強い武器が手に入れられるんだなという期待を持っています。今日から岡崎市や三重県内の病院でも、順次、医療従事者への優先接種が行われます。